皆さんどうもこんにちは、ブドウです。スーパーマリオ RPG 続きやってきます。なんか前回はね、ちょっと中途半端なところで終わってましたので、ここら辺のね、パックンフラワーを全部討伐していこうかなと思っております。あれ、この2つは咲かないのか。水をかけてるけど全然復活しないな。あ、ラッキー。あーいやでも何ももらえないですよね。まあいいや。一つずつしかできないのかな。あ、一つずつしかできないのかもしれない。頑張って揃えたいな、3つ。頑張って3つ揃えたいな。お、なんか広いところに来ましたね。なんだろう。ああ。なんだべ、出た。なんだべ、でもね、前回戦ったからね。やばいな、金が溜まってるので買い物したいんですけど、なかなかないね、その買い物スポットが。まだ途中だからね。ああ、ら、なんか違うところに出たな。あ、カエルコイン、ありがとう。よし、じゃあ戻るか。ああ、まだしばらくありますね。あ、でも、ここのパックン倒せば。え？なに？つぼみ。うわー、ちょっと今体力がみんな。先手必勝。ああ、ミスりましたな。スーパージャンプ行こう。全然でした。あれ、トンダリア、ランランラン。トンダリア、突然だけど水まく時間よ、ランランラン。あー、2つになった。なるほど。ちょっと待ってね、あの回復を優先しようね。あー、フラワーポイントがないじゃん。マロ回復。よしよしよし、いいぞ。あー、敵の砲撃はそこまで脅威ではないが、多分第2第3形態と。いいね、ちゃんと通常砲撃ちゃんといくから。よし、200ぐらいかな HP。 回復しよう。これさ、パックンフラワー今度こそスーパーファイヤーとか効かないかな。効いてほしいな、植物だから。植物という火球を吐いてきたな。まあいいや、いいぞいいぞ。枯れないようにたっぷりあげるの。うわー、メイプルシロップ、メイプルシロップいるよね。
球3連発ミス。おお、でもね、ちょっと消費フラワーポイントが多いので、まああんまりかな。ちょっとあんまり連発はできないな。刺激、あ、なんか真ん中のやつが、まあね、お供から倒そうね。出た、眠気。あー、寝るよな、寝るよな。おやすみ。桜吹雪。あ、しまった、キノコは行動不能だよね、確か。クイーンフラワー、どうしよっかな。まずお供を倒した雪やコンコン全体、そうよな、全体よな。キラキラ落としも全体か。キラキラ落としやってみようか。初めて使うけど。おお、あー、ちょっと微妙微妙だけど、もう一回やろう。炎、あー、効果抜群やない。あ、大丈夫か。うん、まずい、どうしよう。いや、行動回数を増やしたい。でもな、回復かな、まずは。これってさ、キノコのままだったら全滅するかな。キノコ、3人ともキノコとか。眠気のか、効いてないのかな。あー、マロは狙うな。よし、あ、下級ミス、オッケー。よし、いいんじゃないか。そこで、リフレッシュジュースで、結構貯めてたリフレッシュジュースを。よしよしよし、クッパ参戦してくれ。ちょっと桜吹雪、あ、あ、え、ハートをする。これどう、行動不能ですよね、キノコってね。あら、マロのお守り。あ、マロはそうか、キノコは防げないのか。沈黙とかは防げるけど、あー、ちょっと装備を変えないといけないな。これな、もうあとは死を待つだけやね、これ。眠気の、あ、治った。あ、なるほど、3ターン待てばターンで治るのか、キノコは。リフレッシュ、リフレッシュよ。よしよしよし、よく耐えたぞ。あ、治った、マリオも治った。反撃、まずつぼみを倒す。つぼみを倒す。よし、オッケー。そして、マロは、回復する。回復しよう。まだ捨てたもんじゃないね、勝負は。よしよし、いいぞ。眠気きた。マロは大丈夫。防げるから。マロは沈黙と眠気は大丈夫だから。桜吹雪きた。よし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 。これであとは耐久勝負だな。 OKOK、 よしよし。そしてリフレッシュ術結構いっぱいあるから、惜しみなく使っていこう。で、クッパに攻撃を任せて、他の2人アシストしよう。下級大丈夫。トゲワンワン、クイーンフラワー、いいね、132、いいダメージ。マロはリフレッシュしても多分次桜吹雪来ると思うので、ちょっと地味に HP を回復させておこう。もう一回、ああ大丈夫か。いいぞ。うん、マリオ復活。マリオお玉ドリンクでちょっと回復しておいて、マロの雷まだ1個当ててないね。マロをちょっと雷ドッカンしとこう。
93、そこまでか。電撃はそこまでですね。桜吹雪。ああ、カカシ。カカシってアイテム効かなくなるよね。いずれにせようやね、アイテム使えない。スペシャル技は使える。スバハヤやってみる？101、まあそこそこか。でも通常攻撃した方がまだよくいい気もするけど。カカシ、あ、スペシャル、アタックも使えないのか。じゃあスペシャルで、スーパージャンプいくか。カカシ状態の方がなんかジャンプ的には痛そうです、強そうですよね。どうしようかね。リフレッシュ多分次で解けるよな。マリオ、リフレッシュ。そしてもうあれがないな。MP フラワーポイント回復しよう。メイプルシロップ OK。 桜吹雪かわしてくれ。マリオナイス。ちょっとまずい、回復を怠ったか。カカシの花粉。マロは大丈夫よ確か。ああ、大丈夫じゃないわ。ああ、まあまあでも、メイプルシロップ使ったので、回復しよう。回復。OK。で、クッパ、大丈夫かな ?OK。よしよし。よしよし、いいね。復活ドリンク、マリオ、どうしようか。もう通常攻撃な、マリオは。あ、通常攻撃の方が強いじゃん全然。ミスったな。何考えてるかちょっと。どう ?209。 あとちょっと。OKOKOK。 勝てるぞ。技のパワーが尽きた。フラワーポイント使い切ったのか。なんか、持久戦を気づかないうちにやってたみたいですね。復活ドリンクで、スクッパーを起こして、OK。マロはそっか、スペシャル技しか使えない。キラキラ。78、微妙。でもあと少し。お、強い。 OK。 なんだ、いきなりのボス戦でしたね。マルガリータ様に怒られてしまうっす。マシュマロの国には誰も入れてはならぬと言いつけられていたのに。マシュマロの国、マルガリータ、なんかメモが降ってきた。なんだ、よく育つ種だそうだ。持っていくか。どっかに植える場所があるんでしょうね。ちょっとセーブしよう。あら、こういうブロック初めてじゃない？初めてだ。あ？おー、なるほど。なるほどね。あ、なんかさ、この、おー、なんとブロックから豆の木が生えてきた。豆の木に登るには、もう一回ブロックを叩いてね。
おー、そこ乗れるの。おー、なるほどね。これ敵？敵ですな。あー、出た。この戦闘画面タイトルデモにありますね。どういう状況と思ったけど、いいね。戦闘の背景すごくいい。ちょっと待って、大丈夫かみんな。あ、回復はしてるか。ちょっとね、回復はいいんやけど、その買い物をしたいんですね。金が余ってるっていうのと、回復アイテムを買い足したいから。いった。うん、よし。足場これ関係ないね、普通に。完全にこの葉っぱは背景っていうことになっとるけど、よし。ジーンのレベル18。たまには魔法防御あげとこうかな。ちょっとね、どうしようかな。ちょっとメンバー入れ替えるか。ボスも倒したし、この二人で行こうかな。なんかありますね。ツタの登り方。ツタは必ず右上と左下の方向に並んでいます。右上と左下の方向。あ、はいはい。下の影によく注意して登れましょう。マシュマロ国道路、下の影って。ああ、おうおう、え、はい。ああ、なんか雲にちゃんと顔が。よいしょ。あ、あ、これどうやって撮るんだ。マリオが登る方向。ああ、自分で掴んでジャンプしないといけない。自分で掴み取れている。よし、オッケー。ナイス。はあ、はあ、いろいろありますな。お、はあ、ほい。あー、ダメだ。こう行くのかな。よし、オッケー。よし、カエルコイン。え、ちょ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 、え、はい。あ、よし。これツタ難しくない。あー、結構。うん、これ待って、あ、よし。うわ、危ねえ。危ねえけど、まあ、コインはね、今いいよ。よく考えたら今いい。あ、え？こっちか。おお、あ！え？何？マルガリータ。ちょっと聞くざます。顔どうなっとうとか。マシュマロ王の病気が一個に良くならないので、この国を治める人がいないざます。マシュマロ王、これちょっとマロ連れてくれよかった。マロって。しかし私マルガリータが言う。うわぁ、あら、王子は久しぶりに大勢の人前に出るので恥ずかしいのかしら。おほほほほ。どんな顔。ちょっと早くするざます。通れない、そんなに太ってるからざます。はあ、おお、カラスか。マロ王子ざます。カ
いや、ちょっと目を覚ませ。やっぱマロってマシュマロ族なんだ。なんか、顔を見て、とりあえず種族は同じかなって。そんな。でも王子がどうしても通してるなら。この王子何者？女王を作る。ああ、こいつらグルか。すごい顔だな、マルガリータ。では、皆の者ごきげんよう。はい、帰るざます。ちょっと待って。ちょっとパーティー入れ替えしたいんですけど。ああ、なんと、偶然にも僕と同じ名前の王子様がいたんですね。天然ですね。かなり。これ大事でしょう。マロと、今 G のかな、うん、このオリジナルコンビで。うん、あれあ、ちょっと。何か欲しいのかな、きっとそうなんだね。ちょっと待ってね。ちょっとセーブしたいんですよね。セーブ。すごいなぁ。こんなとこ、ここは故郷か、マロの。絶対パパとママおるよね。あ、でもどうやろうか。なんか、パパとママ、つまり、王様と女王様ってことよね。でも、マルガリータがなんか、女王様がなるっつったけど、多分どっかに幽閉されとくんじゃないかいなと思いますね。うん。じゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。